速の、まあ、料金かからない、高速のここが老いの坂です。で国道の老いの坂は左側に、あります。で昔の道はこれと同じではないんですけど、ほぼこの辺りの場所に、老いの坂がありました。明智光秀が、信長を、本能寺で撃つ、前の晩というか夜ですね、この老いの坂を、亀山城を出発して真夜中にここを通ります。そうして明け方、この嵐山を流れている桂川を渡る、その時に、敵は本能寺にありで、叫んだと言われています。その、ここは、高いところはトンネルになってしまってますけど、今老いの坂の今は下を通ってるっていうか、まあここに老いの坂があったっていうことです。これ通過ぎたらもう、10キロなく、亀山に、着きます。だから亀山城まではそうですね、8キロか、近いんですね、もっとね、道の駅前で9キロです。